はい、今回は水星の魔女第8話の内容について簡単に振り返りながら考察していこうと思います。第8話ではミオリネが株式会社ガンダム設立後その後の方針を考えていくエピソードとなりました。迫る射陸、クソダサいプロモーションビデオ、プロスペラの洗脳などなど穏やかな回でも盛りだくさんの内容となっていましたね。株式会社のね立ち上げの上で必要な内容だったりとか、学園テーマだけどこういった企業的戦略要素もね混ぜてくるのが水星の魔女の面白さの一つだと思います。だからこそ一度では読み取れないし様々な考察ができるんだなと深く思ったのがこの第8話でした。そんな中しれっとシャディクが登場する場面で新キャラクターが続々と登場しましたね。すでに公式で設定が発表されています。旧作のガンダムシリーズファンからすると V ガンダムのね主楽隊を思い浮かんだ方も多いのではないでしょうか。もちろんオマージュとは考えにくいですが、今回はこの新キャラをシャディク隊と総称してね掘り下げていこうと思います。ぜひ皆さんの第8話、シャディク隊に関する考察や予想などあればコメントしていただけると嬉しいです。いつもたくさんの詳しい考察コメントありがとうございます。動画制作の励みになっております。連動古典チャンネルではアニメや漫画などに関するコンテンツを配信しています。機動戦士ガンダム、水星の魔女やスパイファミリーなどジャンルにとらわれず深掘りしていきます。ぜひチャンネル登録して最新動画を見逃さないようにしていただけると連動古も頑張りますのでよろしくお願いします。では早速本題に入っていきましょう。今回第8話でこの物語の流れの中でシャディク隊が登場するまでの流れもね追っていきながら考えていこうと思います。本編では結果的に株式会社ガンダムが目指すのはかつてバダニース機関カルド博士が目指していた移動技術としてガンドアームの転用という運びになりましたよね。これについてはおそらくバナディースのね生き残りであったベルメリアから聞いた内容、カルド博士の VTR を見たことでガンドアームにはこういう使い方があるということを知りましたよね。なのであのプロローグでのガンドの未来への思想は全て歴史の闇に葬られていたことがよくわかります。方針が固まったところで地球領の面々も踏まえて楽しいと思える、進んでいけると思ったところでミオリネが新たに加わった規則を知った場面で今回のテーマであるシャディク隊が登場しましたね。ではね、シャディク隊それぞれ順番に追って紹介していこうと思いますが、シャディクの指示通り規則を追加したと言っていたのがサビーナ・ファルディンです。グラスレー寮に所属するパイロット科3年であり、シャディクの右腕として学園内外の仕事を補佐する妻女と公式では解説されていました。学園のね規則を追加できるほどの力を持っているシャディク自身もそうかもしれませんが、まあ、おそらく生徒会長クラスのね相当学園の地位も高いキャラですよね。シャディク隊の中でもおそらくリーダー的な存在になりそうです。学園企業規則第53条第3項学生事業新技術における安全性の証明が追加されてましたよね。まあこの安全性っていう部分でガンダムを抑えるということですね。これでミオリネは会社を立ち上げられないと言っていましたよね。そして続いて2人目、ガンダムはグループの所有物に逆戻り、あとはサリウス代表が破棄するだけと言っていたね方ですね。ソファーに横たわって結構横柄な態度で喋っている金髪の女性です。こちらがレネ・コスタという名前ですね。グラスレー寮に所属するパイロット科2年で、シャディクを支える女子生徒の一人となっています。公式のね、解説の方では男子と女子で態度を変える腹黒系となっていました。もうこれだけで相当面倒なやつですよね。おそらくなんですけれども、女子に嫌われるタイプかもしれませんね。先ほどのサビーナよりも一つ学年は下になります。あとね、ネット上ではフェルシーロロ、これ誰かというとジェターク寮にいたあの金髪の子ですね。結構やいや言ってたやつですね。このキャラと被って大丈夫かと言われているので、このあたりも気になりますね。続いて3人目、人形を抱きかかえてソファーに横になる女生徒です。みんなちゃんと座ってないあたりがもうすでに不穏ですよね。こちらがイリーシャ・プラノという名前です。グラスレー社に所属するパイロット科2年ですね。シャディクを支える女子生徒の一人であって、気弱で自信が持てない心配症と公式では解説されていました。ミオリネちゃんはね、心配してましたよね。これね、モビルスーツに乗ると性格が変わる系の人かもしれません。まあ、結構ね、弱々しいこと言いながらめちゃくちゃえげつないことしてくるキャラかもしれませんよね。続いて4人目、メイジー・メイですね。こちらグラスレー寮に所属するパイロット科2年生となっています。シャディクを支える女子生徒の一人で、周囲に笑顔を振りまく圧倒的なポジティブ思考となっていて、先ほどのイリーシャと仲がいいという設定になっています。まあ、陰と陽みたいな感じですよね。ミオリネを心配するイリーシャの発言に、その時はみんなで励ましてあげようよとね、超楽観的な感じでしたよね。ここでシャディクは今回新しく作った規則で最終的にサリウスの手によってガンダムを破棄するという流れについて、これについては否定をしていましたよね。ガンダムはシャディクにもグループにも必要と言います。この発言もちろんシャディクとしてグループを乗っ取るという意図はありますが、
ガンダムにシャディクが乗るという可能性も示唆しているように感じました。そして最後、シャディクが株式会社ガンダムを引き取らせてもらうと宣言したところで登場したのがエオナ・ジャズですね。グラスレーロンに、ね、所属するパイロット科の3年生となっています。最初に出てきたサビーナと同じ学年ということがわかりますよね。科目でね、第6巻を働かせるミステリアス系と紹介されています。個人的にはこの子が一番ヤバそうだなという印象です。あえてね、こうシャディクを挟んだ上で最後に登場させたの意味があるかなと思います。ある意味ちょっとニュータイプ的な雰囲気もあるので、ちょっと座禅組むみたいな感じって、まあ過去にもね、ああいう方って結構いたと思うので、結構要注意人物だなと個人的には思っています。そしてミオリネが株式会社ガンダムをシャディクに渡すのを拒んだら、シャディクの本望ではないが、エオナはね、私たちは覚悟を決めていると言っていましたよね。最後にサビーナがミオリネからガンダムを奪い取る、この言葉でシャディク登場機のミカエリスが映し出されて第8話幕を閉じます。以上の5名がシャディク隊の現在分かっている詳細とやり取りでの振り返りでした。今回サリウスからベギルベンデとミカエリスを送ったとね、シャディクに報告がありますが、ガンプラで登場しているベギルベンデですね、ちょうど機体の数も5機だったので、おそらくこの5人が登場する可能性は非常に高いかなと思います。過去の動画でも考察していますが、プロローグに出ていたベギルベルに登場していたパイロットケランジ・アベリーがね、登場するんじゃないかなと思っていましたが、多分外れそうですね。ケランジどこに行ったのか謎が深まりますし、今回ね、登場したカルド博士のように過去のね、プロローグのキャラが出てくる可能性っても全然ありえますよね。この辺はまた今後期待です。そしてこのシャディク隊がかなり危険だと思っていて、かつてのシュラク隊と同じく全滅するのではないかというね、思う点がいくつかあります。まずエオナの発言ですね。覚悟を決めているというのは、命をシャディクのために張るとも考えられます。もしくは学生としての処分ってところもありますが、どちらかというところですね。もう一点としては、シャディクがサリウスからモビルスーツを送ってもらう時の会話ですね。この時シャディクは決闘で奪うつもりはないと言っていました。これまでの決闘のようにミオリネの株式会社ガンダムをかけてエアリアルが戦うという展開は正直ないかなと思います。つまり決闘の場ではなく、強襲に近い形でエアリアルの無力化を図る、もしくはエアリアルを人質に取るという選択をしてくるのではないかと考察できます。ミオリネもシャディクは何でもやってくると発言していた通り、かなり悪どい策で株式会社ガンダムを奪いに来ることが予想されます。加えてですが、先ほど紹介したサリウスがね、シャディクに電話をしていた時の内容も引っかかるんですよね。ベギルベンデとミカエリスを送った対ガンダム用兵器も用意してあると言っていました。第6話ではファラクトがね、ジャマーのような形で無力化したエアリアの新機能を確認している、データを収集していることからも、これに対抗するためにモビルスーツとは別に何かを用意しているということも考えられます。もしくはベギルペンテ5体をね、使用したミカエリス対ガンダム兵器になるものなのかまだわかりませんが、モビルスーツにただ搭載されたベギルベルのようなキネスティックポッドではないとね、考察します。エアリアルがエリクト AI として機能しているのであれば、このシャディク隊の5人がその犠牲になるという悪夢もありえそうですね。そろそろ赤い目のエアリアルが登場してくる可能性は高いですが、その力によって犠牲になる、もしくはデータストームの被害者のような形になってしまうということを考えると、ますますバナディースを考えた未来ではなく、兵器としてのガンダムの運用という側面が強くなるので、どう転んでも怖すぎますよね。ぜひ皆さんのシャディク隊に関する考察等をお待ちしております。今回は以上になります。ぜひまた見てやってください。さようなら。